こんにちは、こんばんは。強弱父です。まあ、それにしてもすごいですよね。この2年近く、もう2年過ぎたのかな。今でも7個騒ぎで、まあ、大混乱してるわけで、変異変異と、おみちゃん、頑張れ、みたいな感じになってまして。まあ、専門部会とか、いろいろこう、政府の中にこう、作っていろいろやってるわけですけども、まあ、その専門家の中でも科学的根拠はないけどもね、なんて、そんな言葉も出たりして、まあ、何を信じていいのか、よくわかりませんね。まあ、これを餌にお金がどんぶらこどんぶらこと流れていく様が見て取れるような気がします。マスコミは本当のことを言わないし、半分以上は、利権絡み茶番劇だとじっちゃんは思っているんですが、まあ、こんな時こそ裏で何かおかしいなことが起きていないか、冷静な目で観察していきたいと思っています。はい。まあ、こんなのさらかに昨年の本当の暮れですね、12月でしたか。今後も根深い問題となりそうな、外国人の対応問題というのがありました。何かというと、東京都武蔵野市が外国籍の住民投票権を日本人と同じ要件で与える、まあ、常設型の条例案を市議会に提出して、まあ、最終的には、まあ、否決されたんですけどもね。はい、これがもし成立していると、たった3ヶ月しか住んでもいない技能実習生や留学生、はたまた旅行者等までも、まあ、住民投票権の資格を、まあ、持つということになるんですよね。これまで43の地方自治体が外国籍の住民投票権を認めていますが、ほとんどが在留期間などの制限があって、あるんですが、大阪府豊中市と神奈川県逗子市の2つはですね、日本人と区別しない住民投票権をもうすでに制定していまして、もし、武蔵野市が成立すれば、まあ、3例目だということで、注目されていたんですよね。まあ、しかし、それにしても、いつの間にやらこの43という数、こんなに多くの自治体が外国人の住民投票権を認めていたのかと思うと、まず、じっちゃんじじいの驚いたのが正直なところです。皆さんはいかがでしょうか。住民投票の権利を外国人に付与することで、まあ、懸念されていますのが、いるのが参政権の代わりの制度として機能する恐れだと、まあ、言われてきていました。まあ、憲法では選挙権は日本国民固有の権利、第15条に定められていまして、外国人参政権は認めてないんですよね。でも一方で地方参政権については学説や判例ともに議論があるところなんです。作家の百田さんがうまいこと言ってましたが、サファリーペーラルは小さく産んで大きく育てるのがうまいと、まあ、まさしくまとえてるなと私は思いました。はい、どういうことかというと、いきなり法律を作ろうと頑張っても、なかなか難しいじゃないですか。何百人、何十人、何百人の方を意見をまとめなくちゃいけないんですからね。なので、入りやすい条例から進めていって、それがごく自然の権利だと、まあ、空気を作ってですね、調整して、やがて地方参政権にステップアップする、まあ、そういう流れ、市民参加とか多様性とか平等とか、さも心地よい言葉を流して進めていく。まあ、今回の条例案には投票権を持つ市民の4分の1以上の署名があれば、議会の議決がなくても、市は市民投票を実施しなければならないとなってまして、まあ、常設型となっているので、まあ、あらゆる問題に住民投票がすぐにできるような仕組みとなっていたんですよね。はい、簡単に言ってしまうと、たった3ヶ月の住民票でも、新たな条例を作ったり、市長や議員の回復請求、まあ、リコールですよね。参加資格があるということですね、それに。まあ、こんな話を聞くと、住民投票権ぐらいいいじゃないかとか、所詮2分の1としのこと、地域の人は決めることでしょうと、まあ、思う人もいるかもしれません。でも、果たして、それだけ、そんなことだけでいいんでしょうかね。このような広がりを全国的になってくると、ただでさえ日本の小さな町や村は、特に国境沿いは危険ではないかと。まあ、YouTube で及川さんなんかが例を挙げて警鐘を鳴らしています。例として、例えば、与那国島にある与那国町ですが、ここは沖縄本島から、南西約509キロ、石垣島から約127キロ、まあ、東京からは約1900キロのところにあるんですが、ここで今年の、去年ですね、8月8日、与那国町長選挙が行われております。有権者は1327人と、ほんと少なくて、当選者、第1位の方が628票、2位の次選は506票でした。ここは、まあ、中の国が自分の国と主張する台湾が近いところなんですね。もし誰かの誘導によって、指示によって大量の外国人が入り込んで、ここで住民投票権を認めることになってしまったら、その後は一体どうなってしまうんでしょうかね。そして、もう一つ、例えば長崎県対馬市です。まあ、ここでもう昨年5月16日、市議会議員選挙を行っていますね。町ではなく市なんですが、有権者の数が2万4千人と非常に少ないんです。最下位当選が554票なんですよね。そして日本からたったの 49.5 キロに、関の国があるんです。まあ、同じように誰かの指示で大量の外国人がここに入り込んじゃって、住民投票権を認めるようになったら、最終的には乗っ取られる可能性だってさえあります。このようなことが、どんどん全国的に広がっていくと、のんきな方でも無視できませんよね。また、住民投票は地方行政であっても国政に関わることが問われるケースが想定されるんです。実際、米軍普天間飛行場の辺野古移設や日米地位協定の見直しなどが確保の対象になったこともあります。なので、行政には住民投票結果への尊重義務という実質的な拘束力が働くので、武蔵野市の条例案は名を変えた外国人参政権とも考えられてまして、憲法違反の疑いあると指摘する大学教授もいるんですよね。
推進派はよく納税してるのから賛成権を認めろとかっていうことを耳にしますけども、先ほどの及川さんの話の中に、話では自分も以前アメリカで働いてたけれど外国籍の日本人の私は納税の義務はあったけども市民権は与えられませんでしたと。またアメリカの選挙権はありませんでした。でも日本での選挙権はありますと。同じように在日の人も自分の国籍の国は選挙権はないけども、自分の国籍の国は選挙権はあるわけですよね。なので納税と賛成権を見積もるという考えが普通なんですよね。税金を納めるのは日本の例えば道路や水道電気など施設インフラを使わせてもらうからということでもあるんですよね。そこで笑ってしまったのがですね、だいぶ前のテレビ番組で、元大阪府知事の橋下氏がこの外国籍投票権について外国人のゴミ出しルールや公営ルールの投票参加は否定できないとの、発言があったようなんですけども、それに対して出演していた新藤義孝元総務大臣が、そのようなことは住民投票でわざわざ決めることではないでしょうと一蹴したようです。その橋下氏に百田さんがどこの町でゴミ出しルールを住民投票で決めるところがあるんや、橋下さんよ誰に頼まれたのか言ってくれないかと噛みついたということがありました。改めて武蔵野市ですが、人口約14万人、うち 2% 約3000人が外国籍です。中国人をはじめ10カ国以上もある方が住んでいます。ここは裕福な結構市だということなんですけども、常設型住民投票っていうシステムだけを考えても、多言語対応のためのお金や人や施設のコストもかかるはずですよね。また住民投票の結果によっては彼らの主張を取り入れるということで、新たなコストも、にもなるでしょう。これは、実は思うんですけども、簡単に言ってしまうとですね、日本という国、平成の30年間、デフレ化で、GDP は低迷を続けてまして、必然的に取得や賃金は低いまま今日まで続いていました。この間、国はといえばあろうことが、消費税増税を続けて、経済政策は金融側頼みで、緊縮を続けるだけで財政支出なんてしていませんよね。議員や官僚などの公務員はデフレ化でも給料は変わらず、物は安いので身に応えることはそんなにないと思いますが、一般の多くの国民は痛手を大きく受けています。さらにこの765号騒ぎでますます疲弊しているありさまです。各地方の代表者には各人の外国籍の人たちにもまずは地域に住む日本人の生活を優先することや、それを国にも要求することを第一にしてもらいたいですよね。IT ジャーナリストの深田萌さんが言ってましたけども、保守層には左派リベラルに負けないような地域に住む日本人を豊かにするという条例をいっぱい出してもらいたいものですよね。さっきの及川さんも外国人参政権推進の本当の目的の一つというのは、アメリカ民主党を例にずばり言及してました。それは選挙に勝つための新たな票をつかむことだと、わかりやすいですね。例えば、現在のアメリカ大統領は、梅ちゃんですが、前のトラさんがせっかく作ったメキシコの国境の壁を開放して不法移民を大量に入れるばかりか、市民権を与えていて、実は新たな票を増やしたりして選挙に勝利して共和党を潰して民主党一党支配を目指しているのではないかというふうに言っていました。どうもこのようなことは1988年のクリキントン政権から起こられているということらしいですよ。そしてなんと日本でも似たようなことが着々と進行しているということでもあるみたいですね。つまり外国人参政権の真の目的の一つは政治を利用して左翼一党支配、国家をなくして日本を共産主義化につなげようと してるんではないかということなんですね。じっちゃんはこのようなショッキングな話を聞いて、これも超現世の一つなのかなと思ってしまいました。ではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。